さんは iPad mini 6を買いましたか？それともまだ悩み中ですか？僕はですね、待ちに待ったミニ6かつリーク情報同等かそれ以上のスペックで登場したということで、もうね即決でした。ただストレージだけはねめちゃめちゃ悩んだ。 64GB にするか 256GB にするか。最近のねもうデータ化の潮流のせいでもう 64GB ってぶっちゃけしんどいですよね。ただ 256GB は 18,000 円ぐらい高いと。さすがにねこの9月のアップル製品祭りのタイミングで、まあ、その出費はねきついですよね。実際ね iPad mini 6の本体代とその周辺機器ですよ。周辺機器もう何やったらね僕ね今ね食事の量減らしてますからね。それぐらい追い込んでこいつをね買ってるんですよ。しかも 64GB。 ただですね、ただそうこう考えているうちにある製品あるアイテムをこの iPad mini 6と一緒に使うことで解決する方向に動き出しました。いやぶっちゃけねだいぶ自分の理想の形になってきましたよ。ということでですね、本日は、こちらじゃん、アンカーから登場しています USB Type-C の拡張ハブ、これをですね紹介したいと思います。まあ、この製品はですね結構多分ですけど最近に出たアイテムで、まあ、アンカーさんから、レビュー用として、送っていただきました。まあ嘘なんですけど、まあ例に漏れずですね iPad mini 6のアイテムを Amazon で、ね、まあ徘徊しながら探し回ってるうちに、まあ、出会ったということで、まあそれがですね購入の経緯です。でまあ早速ですね開封してみますけど、付属品はですね本体のハブが一つと取説、あとはですね持ち出し用のポーチだけということで、まあ、かなりねシンプルな構成となっていました。で本体のボディはですねまあこんな感じで、かなりねスペースグレーっぽい色合いでアップル製品とまあマッチする、まあ、そんな色合いかなというふうに思います。側面にはですねこんな感じでいろいろこう端子類があるんですけども、よくある 4-in-1 の拡張ハブといった感じです。詳細の方を見ていくと USB Type-A が2発、そしてその隣に USB Type-C、 こちらはですね最大 100W 出力することが可能となっています。側面には HDMI が1発あると、まあ、そういった構成になっています。でまあこれだけの説明を聞いて嬉しい点っていうのは、まあ、ぶっちゃけパワーデリバリーに対応している点ぐらいなんですよね。この端子類だけ見るとまあそんなもんかって感じ。ただですね、ただこの製品の最大の特徴なんですけど、これら USB Type-C の拡張ハブに加えてこのハブ本体に SSD 内蔵ストレージが入ってるということなんですよ。このね小さいボディに SSD が入っている、拡張ハブ内組み込み式の SSD が入っていると。このねパワーワードがなんかちょっとおもろそうでしょう。 SSD の容量は 256GB で、こちら現時点では選択が不可で、もう載ってるオンボードのみになっています。で価格は現在 Amazon で 12,000 円ぐらいですね。ただ、20% の Amazon ポイントがつきますんで、まあ、実質って言っていいのかなちょっとわかんないですけど、まあ、1万円弱でこいつが買えちゃうということです。まあ拡張ハブと SSD がついてこの値段って考えたら、まあ手が出せる範囲なのかなと、というか、まあ、むしろお得感まであるっていう感じはあります。使い方はですね特段何も悩むことなくて、ただただ拡張ハブの端子を iPad mini 6の本体に差し込むだけ、こんだけです。側面部のですねインジケーターが、光るとですね、まあ、認識している証拠というふうになります。見えますかね。先に USB Type-C の方から説明すると、例えばですね充電ケーブルを拡張ハブへ差し込むと、そのまま充電が開始されます。で SSD はですね iPad mini のファイルアプリを開くと、このように Anchor SSD とすでに外部ストレージとして、セッティングが完了している状態です。皆さんフォーマット作業ってご存知ですか？こういうの指すとよくあるじゃないですか。この製品ね、まあ、僕みたいな、まあ、ミーハーにも非常に優しくて、そういったねなんか手動調整みたいなのが一切ですねないんですよ。もうそのまま挿したら使える。そしてそのまま動かしたい保存したいデータやファイルをこのフォルダーに、ドラッグして、持っていくだけ、これだけです。これだけでもうデータの移行が完了となります。超簡単、挿せば誰でも使える、そういった製品がこの Anchor の 4-in-1 SSD になります。めちゃめちゃ早いでしょ。めっちゃ素敵なんですよ。
最後ですね、この製品拡張ハブ内組み込み式 SSD を買って良かった点をですね、ちょっと話していこうと思います。別にこういう拡張ハブとセットじゃなくて、まあ、SSD 単発のものでいいんじゃないかと思われる方もいると思います。ただですね、ただその場合ね、相当作業性が下がるんですよ。 SSD 単体のものを使って、例えば iPad 本体に直接挿すと、貴重なですね Type-C の端子が全部それで取られるんですよ。この場合一切の拡張性を遮断される、あるいはですね別の拡張ハブを用いたとしても、この手のタイプの、拡張ハブっていうのはそもそもですね USB Type-C が一発しか存在しない。なので外部ストレージをそのまま挿してしまいますと、それ以外の USB Type-C に関する全ての作業っていうのを中断せざるを得ない状況になります。僕がですね、まあ、メインで使っている外付けハードディスクっていうのは、まあ、ラシーっていうやつなんですけど、これをつけてデータのやり取りをしている最中っていうのはですね、やっぱり他はですね何もできないんですよ。バッテリーの充電であったり、ディスプレイ出力、最近はですね、まあ、便利になって USB Type-C で全部こう構成されている反面、まあ、こういった事態に陥ります。一方ですね、こちらのこのアンカーの製品は拡張ハブに SSD が内蔵されているということで、データ移行しながら別の作業もできちゃうということなんですよ。こいつの強みは拡張性を維持しつつ SSD を常にレディさせた状態で iPad mini 6を運用できる貴重なですね拡張ハブとなっています。この製品をね使い出して、まあ、いちいち都度外部ストレージから本体をこう外すっていう必要がなくなって、もちろんですねこいつは外付けでは間違いないんですけども、なんかこう内蔵ストレージ感みたいな雰囲気で作業ができちゃうと、作業性とか使いやすさがねめちゃめちゃ素晴らしい製品だなというふうに思いました。いや本当にね結構良くて、これでまたねこの iPad mini 6が僕が求める iPad にどんどんこれね進化してるんですよ。この iPad の特徴はやっぱり機動力なんですよね。なのでこのアイテムをジャラジャラつけてしまうと、その能力が損なわれてしまう。そこでこの拡張ハブ組み込み式 SSDiPad mini 6と相性抜群のこのアイテム、気になった方はですねぜひ概要欄にリンク貼ってますんでチェックしてみてください。もちろんですね iPad Air とか iPad Pro M1 チップ搭載のやつとかにも対応してますんで、安心して購入してもらえればなと思います。はい、ということで本日はこの辺で終わります。お相手はポンタでした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。よいしょ。